こんばんは。今日も15分で切ります。すいません。こんばんは。寒暖差大丈夫？え？何？え？寒暖差？今日めっちゃ暑くなかった？全然大丈夫ですよ。今日暑かったな、それな。視力お疲れ様、ありがとう。はい、今日は収録、今日はエッサコイさんの収録のお仕事ね、ありがたいことに呼んでいただいて収録してきました。で、そのメンバーなんで、メンバーというか収録したメンバーがマリナさんマリナさんと大塚さんと私とアンナです。はい。でね、放送が8月26日の月曜日になります。はい、マリナさんとラジオしてきました。嬉しかった。はい、そうですね、内容的にはねまだね言えないんですけれども、まあでも察する方も中にはいそう。どんぶろこありがとうございます。こんばんは。お、花火ありがとうございます。こんばんは。はい、そのねお知らせをさせていただきます。さあどうでしょう。それは来週になってからのお楽しみです。でも26日なんですね、もう来週が。びっくりしてます。今もう20日か。そっかそっかね、早いなと思います。こんばんは。そう、普段ごちゃで、あ、ありがとう花火。普段ごちゃでラジオしてるけど、やっぱそのごちゃとは違う、そうごちゃとは違うね、緊張っていうかラジオ感があって。お疲れ様です、ありがとうございます。そう、こんばんは、ありがとうございます。そうだから、はい、あ、ありがとう金魚。こんばんは。キャラも変わります。いやでも普段の私でいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんでしょうか。そう、でも超楽しかったですね。あ、花火たくさんありがとうございます。でもエッサコイさんは私まだ2回これ今日の収録含めて2回しか出演したことがないので、やっぱめっちゃ緊張しましたね今日。うん、でもね、マリナさんとエッサコイさん出れるって思ってなかったからちょっとドキドキしたうん、そう。でもね、大塚さんがすごいね、大塚さんすごい MC 上手やなって思いました。なんかね、もうお話も面白いし、で隣にアンナがいたんですけど、もうね私はなんかやっぱ先輩方の顔見ちゃったら緊張しちゃうくて、あんまりねうまく喋れなくて、めっちゃアンナ見て落ち着いてました。アンナと思ってアンナアンナ、そうアンナもチラッてももかの方見てくれて可愛かった。そうアンナって感じで見てました。そう、最近はね、そうアンナね、アンナもも、でもももかとアンナの2人の名前って何なんでしょうか。そう、めっちゃ緊張しましたけど、はい、ぜひお楽しみにしててください。エッサコイサレディオ来週放送です。8月26日、ドキドキですねみんな。
ハートありがとうございます。トンバルコありがとう。ももかのラジオあんももそのまますぎ、あんもも。そう、まだ慣れてないももかのラジオはドキドキするとは思うんですけど、誤信って何？なんか間違えてる私、送信何？え、なんか私変なやつ送ってる？怖い。何？私メール間違えてた？なんか結婚してありがとう。今日結婚しない。今日疲れたから結婚しないこんばんは。かわいい、ありがとう。ドブロクありがとう。あ、違う。あ、よかった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 です。あとでしたけど、エッサにあんもも、あ、そうだよ、エッサにあんもも出ます。来週のエッサ恋さは大塚さん、あ、西方まりなさん、大塚ななみさん、私、木本アンナでお送りさせていただきます。マリナさん、超マリナさんとお仕事できて超嬉しかった。あ、そうですね、明日はまたあの前座に出演させていただきますので、皆さん来られる方はぜひ大きなももちゃんコールとピンクとメダルのサイリウムフリフリしてくださいよろしくお願いします。ハートありがとう。エッサ完全版は1時間ぐらいあるかな。え、でもね、私今日噛んじゃってそう、噛んじゃって、あ、どうしましょうとか言ってあたふたしてたので、もしかしたら長いかもねハートありがとう。そう、噛んじゃって一人あたふたしてた、やばい、どうしようってはい、あわあわしてました。あわあわ、どうしよう、どうしよう。で、私間違ってんのに、はい、あ、オッケーですって言ったら、あーって拍手しちゃってじゃあ大塚さんになんか間違ってるの何の拍手だよって言われてその通りですとか言って、私その通りですとか言って間違えて拍手しちゃったあーとか言って何の拍手、間違ってんだよ、あーすいませんとか言って、そうなんよ間違えて拍手しちゃった拍手しちゃう癖があるんです私こんばんは。はい、そう、お知らせ、今日ねチャットでお知らせあるよって言ったのはこのことでした。またね、近くになったら告知させていただきますね。はい、そう、マリナさんすごい優しく微笑んでくれましたそう、もう本当にね、もうマリナさんが大好きだなって、この1週間はもうね、なんか前から思ってるんですけど、この1週間のレッスンもあるからね、毎日やってるし、やっぱ分からないところを教えてもらったりもしてるので、もう本当にマリナさん大好きってなる1週間になりなってます、今。はい、さすが俺のマリナは違いますけど、そんな全然違うよ、気づきな、違うよおじさん、またお兄さん、お兄さんでしょ。もう来て、ありがとうございます。あ、花火ありがとう。はい、でも最近めっちゃ動いてるけど、その分食べちゃうからプラマイゼロだなと思いながら、美味しくご飯食べらせてもらってます。明日公園行く？よかったらももかのカラー、ペンライトカラー振ってくださいう
どんぶらこありがとうございます。そう、大好きな人とねお仕事できてもう超嬉しかった。やったーって。さすがの方がそうやろ。たくさん食べ、まいちゃんが好き。あ、ゆきほんまによかった。あ、花火ありがとう。ハグしてもらった。もうそんなんして、もうそんなん、もう私がもう気絶しちゃうので大丈夫です。そんなそんなことしてもらわなくて大丈夫です。もう見れるだけで、見れるだけというか、いやしてないよ。でもね最近は本当に頭がパンクしそうだからね、なんかすごいなんか眠たいやばいってなりながら、あー金魚ありがとう、やばい眠たいってなるけど、あでもちょっとこのままじゃダメだなって、そうなってるからね寝れないですね。あ、ありがとう。ほら、あ、こちらこそ、ゆなちゃん。いや、ゆなちゃんはもう可愛がってるから、私がもうよちよちよちって。ハートありがとう。こんばんは。もーちゃん、日曜日ありがとうね。やっと来れた。こちらこそありがとうね。また来てね。本当に超楽しかったです。お話、おしゃべり会。もうほんと楽しくて、あの意味わからんことばっか喋ってましたけど、なんかみんなが笑ってくれてよかった。なんか意味わからんから、あフォローありがとう。なんか意味わからんこと喋りすぎてさ、みんなさもうなんかもう何言っとんみたいな感じになるかなと思ったけど、なんか意味わからんこと言ってんのになんかみたいな感じでもうやっぱもう、もう 俺の桃香はまた言ってるわみたいな感じでで見てくださって嬉しかったですありがとうございますはい、こんばんは。またこの子やってるわみたいな感じで見てくれてよかったです。こんばんは。でもねやっぱうるさすぎるんですね私ほんまに。だからもうめっちゃ注意されました、おしゃべり会。こんばんは。だってファンの方の前で注意されたからさ、次の人のファンもさなんかめっちゃ気使ってさ、なんか「元気出してね」とか言ってくれるんですね。だからその方に元気だよ、もう全然なんかもう気にしてないからとか言ったさ、かわいくてニヤニヤした。嬉しい、ありがとう。こんばんは。そう注意されちゃった、なんか4回ぐらい注意されちゃったまあでもねそれはあの優しさの注意なので。そう声がね大きいですって言われたごめんなさい。そうファンの方がねなんか全然気にしなくていいよとか言ってくれたんですけど、うん大丈夫気にしてないよとか言ってましたああ花火ありがとう。音符ありがとう、金魚ありがとう。こんばんは。耳かゆう。そのもちゃんまた会いたくなって、会いに来て。桃香はもうもっと会いたいから、もうもっと会いに来てください。もうずっと会いに来てほしい。もう会いに来すぎて、会いに来すぎだよって絶対言わないけど、それぐらい来てほしいもう来て、もうみんなもう楽しませるって自信がありますふふ
来て来て、会いに来てよ、会いに来てくれる、行くよ、やった嬉しい、忘れないうちにまた会いたい、会いに来てよ、会いに行こうかな、来てよ来てみんな、もう本当に来てほしい、来てね、行くって言ったら来てね、わかった、ナイケットの喋りがやったー、嬉しい、ももちゃんレイのアピールポイントもううるさい元気になります、ももちゃん、ももちゃんに会ったら元気になります、あ待って50分になったら男女読みますね、ハートありがとう、はい、もうぜひ会いに来てください、オンラインおしゃべり会がね今週の25日にあるのでぜひぜひ、これです、隣のレーンから見ててもいいですか、いいよ別に、ハートありがとう、でも隣のレーン誰になるか分かんないでしょ、それなら隣のレーンに誰か分からないのに行くんだったら私と直接話した方がよくない？ね？そうでしょ？それだったら私と話してる方がいいんじゃないの？違う？そうでしょ？本当ありがとう。少しですが、ねえ嬉しい、ねえ少しとか言わないで、ありがとう、ももちゃん今日もこうやった、ねえ超楽しみなんだ、もうありがとうね、本当にいつも早くおしゃべりできるのが楽しみ、来月長かで待ってます、圧きたはい、圧をかけます圧をかけちゃいました、確かにそうやろそうそうですね、そうでしょ、ほらありがとう、こんばんは、はい、あ花火ありがとう、だから引っ張ります早く話したら何話そうかな、えもう何でもいい、もう女の子トークでもいい、もう恋バナとかでもいいで何でもいい、ももか NG なしやから、好きなタイプとかでも全然聞いてもらってもいいし、全然答える、愛かお金かってとかの質問でも全然何でも答えますよ私、こんばんは就職の相談も聞きますよ、もう何でも聞くんで私何でも聞くんで私は、お任せください、しかもねもう18日終わったしね、その当日券も多分売ってると思うから、そう 長話でもしましょうねこんばんは、すげえまじ、うんしようしよう、もうね、みんなの地元の自慢とかでもいい何でも、なんか私的にはももか話すの好きやけど、なんかせっかく直接会えてるんやから、なんかねそうファンの方からのお話とかもめっちゃ聞いてみたいなって思う、こんばんは、そうでも聞いて、聞く聞く、そんなに優しいのもじゃねえって、こう見えてももちゃんめっちゃ優しいんです、オンラインでもいい、えもう何でもいいよ、もうね来てくれる、来てくれるとか私とおしゃべりしてくれるならもう何でも嬉しいです、私ももちゃん可愛い、そんなことないのにありがとう、また来てありがとう、
ね、ありがとうございます。全然可愛くないのにありがとう。どめよこありがとう。わえむっちゃ話しよるで、ほんまに。じゃあめっちゃ助かります、ありがとうございます。当日券心強い。当日券でね、なんか初めましての人とかも来てくれたら嬉しいですね。いつも来てくれてるみんなもめっちゃ嬉しいし、この時世もう何でもいいよ、もう占いとかもしてあげるこんばんは。はい、占いとかも全然してあげるけど、うん、占ってくださいって言われたら全然占いますけど。はい、でもね、やっぱ私普段あんまりアクセサリーとかつけないんですよ。なんかピンクのリボンとかやけど、なんかね、お話おしゃべり会ってなったら私はもうめっちゃ気合入るから、もうね、なんかやっぱいつもよりアクセサリーとかメイクも濃いめとか、この間とか目の下になんかラメストーンみたいなやつもつけたんで、なんかいつもよりかはちょっとは可愛いんじゃないかなと思ってるうん、めっちゃ気合入ってるので。こんばんは、おしゃべり会短くてごめんね。いや、もう全然、もうなんか謝らないでください。香水つけてる、もうこの間はつけてないですこの間もバタバタしすぎてめっちゃ汗の匂いしたと思う、めっちゃ申し訳ない香水つけてないこの間。なんか来た、ありがとう。ラメラメ可愛かった、ほんまに嬉しい。こんばんは、あ、壇上見ますね、すいません。13位松和さん、ありがとうございます。12位たけるんさん、ありがとうございます。毎日お疲れ様、早会いたいな。ねえ、おむかも会いたい、ちゃん食べて早寝てな。わかった、ありがとう、嬉しい、優しいやん、優しいやん11位ケンジデスさん、ありがとうございます。いつもあのお見送りでね、ケンジデスさんのことね、ケンジちゃんって言ってるケンジちゃんって言ったら、両サイドによるね、同期からね、ケンジちゃんってなんか言われるけど、私はケンジちゃん呼びがいいありがとうございます。ジュイノリさん、ありがとうございます。ノリさん来てくださいね、待ってますよ。9位ギリタ、あ、シオちゃん、私はギリタシオさんのことはシオちゃんって呼ぶので、ありがとうね、嬉しい。8位アキヒロさん、ありがとうございます。ありがとうね、この間も来てくれて、また来てね。7位タムちゃん、ありがとうございます。タムちゃん、タムちゃん今日ありがとう、めっちゃ楽しかったです。あれ、これ多分更新してないな、これ今日、はい、タムちゃん今日って何ですか。はい、ありがとうございます。6位グリーンティーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位キョロちゃん、ありがとうございます。4位アルファさん、ありがとうございます。3位お金持ち先生さん、ありがとうございます。もーちゃん可愛かった、隣の例の人が同じくらい可愛かったのは内緒で。あ、おごえさんですね、もう本当に可愛いですよね、わかります。なんか申し訳ないって思います、いつも声がうるさいですし、ありがとうございます。2位のゆきさん、ありがとうございます。お社会のお礼できたので、ここでたくさんお話がすごく幸せな一日となりました。ありがとうね、来月のお社会も楽しみです。嬉しい、そんなこと言ってくれて、幸せに私がさせれてよかったです、ありがとうございます。そして1位がカオマイフさん、ありがとうございます。もちゃんこんばんは、今日も配信お疲れ様。気がつくと20件くらい溜まってる、もちゃんチャットを見るのが毎日の日課になってます。お、読む楽しみ、待ってますね、お気をつけて来てください、楽しみにしてます。というわけで、皆さんことがあるのでそっちをちょっとね今は優先させていただきます、ごめんね。では皆さん、ありがとうございました。明日はね、あの前座がありますので、あの来られる方はぜひ気をつけてお越しください。来られる方はぜひ大きなももちゃんコールとピンク緑のペンライトを振ってくれたら見ます。まあ見れなかったごめんなさいでも私は最近はパフォーマンスにいい意味で慣れてきて、余裕がね、見れる余裕が出てきてるので、おそらく見れるんじゃないかなって思ってるので、皆さんぜひ、はい、よろしくお願いします。来られる方は、
こあの行けないよって方はね、あの多分明日も配信すると思うので、配信よかったら来てください。はい、というわけで今日のチャットも言ってましたが、お知らせというのは来週の8月26日のエッサコイサに私と木本アンナと大塚さんと西方さんで出演させていただきますので、ぜひお聞きください。それでは皆さんおやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。すいません。はい、では皆さんおやすみなさい。いい夢見てください。ちゃんと寝てくださいね。私もぐすぐすかお腹出して寝ますので、はい、体調にはお気をつけて。はい、皆さんさようなら、ありがとうございました。ではバイバイ。